栗山千明は、日本の女優、タレント、モデル、歌手。本名同じ。茨城県土浦市出身。日本音楽高等学校卒業。スペースクラフト所属。1989年、5歳の時に母親に、芸能事務所に入れられる。ピチレモン、ニコラなど、ティーン氏でのファッションモデルとして活動。1997年、篠山騎撮影の写真集。 神話少女、栗山千明を、新潮社より出版。新潮が思ったほど伸びなかったため、女優に転身することを決意。1999年、第1回ミス、東京ウォーカーを受賞。映画、四国にて、女優デビュー。2000年、映画、バトルロワイヤルに出演。2003年、バトルロワイヤルでの演技が、クエンティン・タランティーノの目に留まり、キルビルボリューム1に出演。 ニューヨークタイムズマガジンで、グレートパフォーマーズ2003の一人として紹介され、ユマサーマンとの戦闘シーンは、ザイム TV ムービーアワーズ2004で、ベストファイト賞を受賞。2004年、加減の月、ラストクォーターで映画初主演。2005年、資生堂、マキジの広告に起用される。スティーブン・セガール主演の映画、イントゥザさんのあやこ役で出演。2006年、 第3回ザ・ビューティー・ウィーク・アワード2006の女優のロングヘア部門を受賞。2007年、映画、エクステ主演。連続ドラマ、ハゲタカ、特急田中三号に出演。10月1日、第7回ベストレザーニスト賞を受賞。11月、2007年度のベストドレッサー賞を受賞。2010年2月、OVA 作品、機動戦士、ガンダム UC の主題歌である。 流星の涙で歌手デビュー。香港の有力ラジオ局 RTHK の J-POP ウィークリーチャートにて1位を獲得。アメリカの m t v ーでは大特集が組まれた。2010年11月14日、埼玉スーパーアリーナで開催された第45回マーチングバンドバトントワーリング関東大会にゲスト出演し、可能性があるを披露。これが 栗山自身初ライブとなった。2011年2月12日、渋谷アックスで開催された、ウィンター11バレンタインスペシャルライブサポーテッドバイ、ガーナにスペシャルゲストとして出演。コールドフィンガーガールと、決定的3分間の2曲を披露した。2011年10月、秘密調ホインエリカで、テレビドラマ単独初主演、主題歌も担当。 塚原牧伝にヒロイン役で出演。NHK 庁の連続テレビ小説、カーネーションに出演。3本の出演ドラマが同時期に放映されることになる。2012年10月20日より全国公開されるエクスペンダブルズ2においてハリウッド映画声優に初挑戦する。2013年、アタルノエビナ・マイコ役で雑誌、テレビナビの読者が選ぶ。 ドラマオブザイヤー2012の最優秀女演女優賞を受賞。2014年3月、アジアフィルムアワード特別セレモニーにて、アジアライジングスター賞を受賞。2015年8月25日、雨に濡れたフロアで転倒して、右足を複雑骨折。全治2ヶ月と診断され、翌26日に手術を受ける。10月10日、図書館戦争。 ザラストミッションマイナスの舞台挨拶で骨折後初めて公の場に姿を見せた。2020年3月23日公式ツイッターを開設。所属事務所のスペースクラフトエンタテインメントを退社して独立することを発表した。インドア派で趣味はアニメ、ゲーム、少年漫画、読書など、アキラなどのフィギュア収集をしている。きっかけとなったのは 新世紀エヴァンゲリオン。同作の登場人物、綾波霊が理想の女性であり、渚カオかが理想の男性であると公言している。声優の林原恵と石田明のファンでもある。最近では、侵略、イカ娘や夏目友人長がお気に入りである。ガンダムシリーズのファン。見始めたきっかけは小学校低学年の頃に、それまで、 会話のきっかけがつかめなかった11歳年上の兄と、レーザーディスクでガンダムを一緒に見て、ガンダムの話題なら、会話できると感じたため、なお、千秋と名付けたのは兄である。その後、アニメ、機動戦士、ガンダム UC の主題歌歌手として起用された。その際、それを記念して、オーストラリアのスプリングブルック展問題が販売した、ユニコーン座の星の命名権を贈られ、 千秋栗山生と名付けると発表。漫画、ガンツのファンで、作者の奥広屋と対談した際には、作品中の黒いスーツ姿で登場した。その際、作中に自分も出してほしいと懇願し、黒髪の女のモデルとなった。実写で撮ることがあるならぜひ出演したいとも語っている。好きなアーティストは、マイケミカルロマンス、歌田ヒカル、シーナリンゴ、アブリルラビーン。 ラルクアンシエル、ウーバーワールド、アムロナミエなど。特に、ウーバーワールドに関しては、ファンとも発言しており、彼らの特別番組のナレーションを担当したことがある。好きなブランドは、ビビアン・ウエストウッド。特には、新体操、バレエ。入浴にかなりのこだわりを持っており、8時間をかけて入浴をすることもある。ありがとうございます。